ますな。ああ、これからゆいちゃんとお買い物に行くの。この先で待ち合わせなんだ。へえ。本当？ゆいちゃんきっと喜ぶよ。家族水入らずだって。俺もできるだけ多く3人で過ごしたいしさ。うん、じゃあ行こう。ゆいちゃん寝ちゃったね。リアルの子供のようにはしゃいで疲れたっていうのとは違うと思うけどな。俺たちと出かけたことを鮮明に記憶しようといつも以上に頭を働かせていたのかもしれない。それってつまり家族で過ごせて嬉しいからだよね。あくまで。でもそうなら私も嬉しいな、ママ誰かさんにそっくりな寝言だね。だってしょうがないだろ。ゆいも夢を見るほどにアスナのクッキーが好きなんだよ。そういうことにしておいてあげる。にしても気持ち、あれ、そういえば買い物している。うん、そういえばアスナの買い物を見てカレーにしようって思ったんだ。だったらここで寝ちゃダメだよ。ご飯作れない。そうだな。ほら、ちゃんと作らないとリーファちゃんが困っちゃうでしょ。ダメだよ、起きないと。だよな、さすがに。もう、うん、こうなって。レアモンスターのメタルバーがいっぱいいる。ほんとか。起きた。あ、だって君寝ちゃいそうだったんだもん。じゃあ一旦ろ。それがいいよ。その間に私がゆいちゃんを見てるから。それにしても、あ、なんだか今度は私が眠くなってきちゃったかも。おいおい、俺を起こしておいて自分で寝るなって。ここでアスナが寝ちゃったら寝ているユイが一人きりになっちゃうだろ。まったく。おいアスナ、スカートの中が見えてるぞ。え、やだ。起きたか。覗いたわね。覗いてないって。焦らせよ。本当？誓って。じゃあ信じるけど、いくら君でも見られたら恥ずかしいんだから。それにしてもユイの寝顔を見ているとホッとするのか何なのか睡魔が襲ってくるな。うん、私がここに残ったとしても起きていられる自信がない。ここはユイちゃんが起きるまで二人で見守るのが一番かも。ちょっと寝てる寝てる。じゃあ二人で会話をしていれば。出すな。ね、え、じゃあ今度寝ちゃったら罰ゲームな。罰ゲーム。そうだな。寝てない。寝てないって。考えてるだけだよ。罰ゲーム。なあ、そうか、もう適当でいいよ。ケーキね、いいよ。よし、ケーキはいただいた。生クリームたっぷりで、サイズはホールで頼む。ノア。ねえ、睡眠欲と食欲って、どっちが強いのかな。俺は、嘘、寝そうになって。アスナだって。それは、二人とも。あ、あれ、今起きたんです。あと少しで自動ログアウトしてしまう。危なかったのね。ありがとうゆいちゃん。どういたしまし。結局二人とも寝ちゃったから罰ゲームはなしだね。なあ、罰ゲ。起きていた人が寝ちゃった人からケーキをおごって。なるほど。それではですね、私はキイチゴのケーキが食べたいです。え、起きてた人がそうだね、ユイちゃんにケーキをご馳走しないと。確かに。それにユイのおか。よし、それじゃあひとまず。